月もない。やあバーナード、それで例のものは今夜も現れたかい？例のもの、亡くなった王そっくりの亡霊だ。バカな、そんなもんが出るもんか。それが出たのだ。あ、誰だそこにいるのは。お兄ちゃんどうしようか。なんだ馬か。変な馬だ。メンタル弱そうな馬だ。おい村人たち、何か用か。こいつが言うこと聞かないもんで、ごめんなさい。あ、お兄ちゃん待って。しかしハムレットは遅いな。おお、超ビビった。ガアスコアスコ。出た、消えてしまった。今のは亡くなった王様、今夜目にしたことは一部始終、王子ハムレットにお伝えしようではないか。そうだな、見ろ、月も出てきた。あれ、おい、え、お前早くしろよ。見ろ、月も出てきた。我々の見張りもお開きとしよう。そしてお母さん、オフィリア。今日も清らかな水のように美しい。おお、クローディアス陛下、もったいないお言葉ありがとうございます。姿ついて。ハムレットの乱心の原因がそなたの美しさにあればよいのだが、実はそれとなくハムレットをここへ呼んであるのだ。偶然にもフィリア、そなたと出会うという密かな筋書きなのだが、これでハムレットが正気に戻ってくれれば何も言うことはない。さあその辺を歩いていなさい。私は隠れているとしよう。進むべきか、とどまるべきか、それが問題だ。彼女が欲しい。ラム酒でも飲むべ。どちらが立派な生き方か。気まぐれな運命の矢にじっと耐えるのと、あそこ怒涛のように打ち寄せる苦難に立ち向かい、あそこに悪い人いますよ。勇敢に戦って果てるの。痛いっすよ。おい、ひなた、あの犬とは眠ること。こんなのは一番悪い人隠れてました。お前何やってんだ。この村人 B が成敗してくれるわ。誰か村人 B、 ひなたを止めろ。早く巻き上がったんじゃなくて。オフィリア様、元気ないな。ほら、村人 B が王様を倒すんじゃない。ハムレット捕まえろ。はい、おい、どうすんだよ。いけ、あ、そうだ、あれ、撃て、撃てるぞ。おい、うまうま。てめえ、何やってんだ。話せ、話せよ。どうして、ひなた、もうせっかくの舞台をむちゃくちゃにして。何やってんだ。もうつーかさ、なんで俺クローディアスなの。最低な役じゃん。いいじゃないか、俺なんか亡霊だぞ。俺なんか馬だぞ。誰これ配役決めた人。あ、開いた。まあいいじゃないですか、それよりも舞台を続けないと。ショーマストゴーオン。あ、じゃあ今度は俺がハムレットやっていいですか。てめえ、肩投げすんじゃねえよ。俺は自分で戦える強さが欲しい。てめえのわがままでチームのバランスが崩れるんじゃろうが。なんだとこら。仲良くしよう。お前やめろってお前ら。アビ教官。おい、これって配給だよな。先生、早く幕を下ろせ。